田原だったら 5、うん、5ぐらいですかね。何のために金が必要なんで言ってみろよ。言えないんだそれは別に。春日のプライドだよ。かっこよすぎる。なんで春日のドッキリは名作になるんだ。どうもノブロック TV です。本日のゲストはオードリー春日さんです。トゥース、ありがとうございます。出ましたよ、トゥースが出ましたよ、ありがとう、うん、過去やったドッキリでいうと最初はドーピングドッキリ、裏で信じられないドーピング、はいはい、ございました。で2回目は、うん、弟子へのパワハラが厳しい激ヤバ師匠ドッキリありましたね、はい、どちらも191万464万という放送の再生が、あ、そうですか、はい、えぐい再生をしてるんですけど、今回は1年ぶりの春日ドッキリなんでやっていただくのは、オードリー春日裏では金でしか動かない超超ドケチドッキリおお、なるへそなるへそ。じゃあこれから楽屋でしてもらうけど、何やるにしても金でしか動かないなんかもうオプションオプションですそれはなんか別料金になりますみたいな、はい、別料金になります。言いたくなる時ありますけどね、実際にこれはそちょっと悲しくなってるぞみたいな。確かにね、あるよね。春日がサラリーマンの街ぶらりしながらアシスタントの盛り上げるっていうロッケの番組の初収録っていう定例、春日のがっかりする裏側をなるほど、今から2人でやって街に飛び出そうと、はい、今回のターゲットはこちら、森脇リリカさん。森脇君21歳の女優さんですね。バラエティの経験はまだないんで、春日ってそういう人なんだって思うかもしれない、うん、いやです、確かお会いしたことはないですね、はい、これはいいですね。もともとあるものあるものから、うん、俺もあの昨日あのなんか出てくださいって出演オファーが来てて、はい、スケジュールさえ空いてたんですけど、いつの間にかメールが企画も考えていただいてに変わってってなったからそれは別料金になりますけど送ったところですさあ、ターゲットの森脇さんが入ってこられました、バラエティ番組もほぼ経験がないので、はい、今ですね、ケータリングを写真撮ってますあ、さあ今台本を練習してらっしゃいます。しかも暗記しています。えらい、台本を暗記している、真面目、これは信じてますね、ドッキリ信じます。おはようございます。おはようございます。お願いします。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。森脇です。お願いします。お願いします。お願いします。入ってきました。お、結構ある。すごいね。すごいあるじゃない。うん、お、まさか。まさか。早い。おにぎりとか物色しては入れていく、入れていくいや、にしてもだな、スタートダッシュがすごいカスが面白いなこれケータリングってもうちょっともらえるってマネージャー言ってくるから、ケータリングってもうちょっともらえるかな。そうだ、あと聞いてもらってえ、嘘でしょって思ってる、ケータリングはもうないって思ってるびっくりしてる、うん、マネージャーちょっとケータリングこれ以上あるから聞いてみて。ケータリングないですか。あ、わかりました、はい、さっきので終わりみたいです。あ、もうない、はい、あ、そう、そっかそっか。あのおにぎりちょっと聞いてきてもらって、おにぎり一つ食べてもいいですか。全部、え、あ、あ、本当にすいません、ただただ食べてもらって、いやいや、別に余ったやつで、緊張してお腹減ってないんで、あ、そうです、食べてください。大丈夫ですか。全然うわ、申し訳ない、全然、ありがたいね貰ったやつ入れんなよ、せめて食えよ異常だな、やっぱ春日面白いな いや、これぐらい信じるだろうな。すぐやるのかな。そうだと思いますけど、あ、そうです。でも、まあ、打ち合わせあると思うんですけど。打ち合わせあるの。はい、え、
え、それって出るのかな。いや、打ち合わせは出ないです。え、出ないの、はい、ギャラ出ないの。はい、ポケギャラしか出ないそうです、ね、打ち合わせ出ないの。はい、え、それちょっと厳しいかも嘘でしょと思ってる。まあ、どっちかになるかも。出してもらうか、はい、打ち合わせやらないかちょっと聞いてみます。あ、はい、ちょっと一回聞いてもらっていい。聞いてきてもらって。春日、打ち合わせ別ギャラなんですよ。打ち合わせ別ギャラなんですか。あ、そうなんです。あ、それでやってます。それでやってるんです。あ、なるほどなるほど、はい、早速打ち合わせの方をさせて、はい、あ、やる感じですか。あ、はい、そうですね。これちょっと額はお伝えした。打ち合わせの額、額。いや、それはちょっと後日かなと。ちょっと言ってもらわないと。ちょっと盛り上がってます。はい、大丈夫です。ちょっと一回いい。はい、打ち合わせ2万からって大丈夫ですか。2万。2万。あ、はい、わかりました。はい、カズさん、あ、いいで、OK、 おう、ギャラさえもらえる、うん、やろう、やりましょう。すみません。大丈夫です、お願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。すみません、改めまして、よろしくお願いします、はい、アンケート、じゃあると思うんですけど、こちらがアンケート、お酒のつまみで好きなものとか、お酒から失敗したものとか、こういうのが当たっています。先にご記入をいただきたいなと思ってまして。あ、アンケート、アンケート、はい、あれ、これはこれって伝わってる、はい、ちゃんと伝えてもらってる。アンケート、アンケート、あれ、アンケート聞いてなかったからさ。アンケートって別ギャラしたっけ。もちろんもちろんもちろん。あ、そうじゃん。おう、え、一個一個ちょっとだから、あ、水飲んで、水飲んで見ないふりしてる、水飲んで見ないふりしてる、逆側に。うん、アンケートもちょっとお伝えして。あ、わかりました、はい、はい、うん、これ1問3千ね。1問3千7問、ちょっとお伝えしなくて、1問3千で、フルで答えると2万1000円です。高いですね、はい、ちょっと確認してきますので、はい、すみません、よろしくお願いします。もう書いてる、こんなのが書いてるアンケートやってるんですか。今書いてます。ちゃんと交渉して、ちゃんと。いや、特に何のあれもなく。え、びっくりしました。逆にそういうのがあるんだなって思いました。あ、無料でというか、何のお手当もなく、はい、あ、そういうこと。全然知らないだけなんですけど。でも結構あるんですか。まあね、いただいてたりはお仕事じゃない。一個ね、一個また時間をこうね、差し上げてるって。こんな言い方あるよ。やべ、マジ完全に信じてる。作者さんだけど、うん、その分のね、打ち合わせもあれですか。すいません、お待たせしました。全く、はい、すいません、もう全部書いていただいて。大丈夫ですか。はい、わ、はい、かりました。すいません。じゃあ、ありありでいいってことですね。はいはいはい、オッケーです。ありあり、はい、ありありで。ちょっとこのアンケートなんですけど、プライベートのなんか初キスのシチュエーションとか。これ NG ですか。プライベートだと、7000円ぐらいになっちゃう。他は3000円ぐらいで。ああ、ね、うちの、うん、妻もいたりする、はい、妻の分も、はい、妻の分ももらわない。それどうしよう。したら、あの、奥様のブロックはあの記入なしで。じゃあここね、なし、ここね、はい、はいはい、なしで、はい、ここで。これ最後のこの相方若林さんとのご飯の思い出は、はい、これもコンビガラになっちゃうんですよ。はい、はい、コンビガラ。なんで1万円ぐらいになってる。1万円、はい、コンビで呼ばれてるんですよね。わかりました、はい、あとなんですけど、はい、企画の中で大喜利をしていただきたいなっていうところがありまして。今ありましたけど、書いてたんで。あ、もうそうですね、あのフリップで。あ、はい、あ、そうですか。結構しっかりした大喜利ですね、はい、そうなってけどまた変わってくるな。これは事前に聞いてた。事前に台本書いてないじゃん。いや、フリップは聞いてないです。ああ、そうだよね、はい、ちゃんとした大喜利だから3ぐらいだね。あ、ですね、うん、大喜利フリッパーの3万円いただいてるんです。3、はい、春日一本グランプリもそれでやってる。そうなんです、はい、あ、なるほど、わか、はい、でも3。それって受けた滑った関係なく3ですか。それってあの受けた受けてないとかでも3っていうことで関係ないです。あ、なるほど、はい、関係
もう出した時点でそうなってくるんで。やだよこんな芸人。今とりあえずこの3問4問か、はい、あと打ち合わせギャラでしょ。ですよね今、うん、これぐらい。あ、オッケーオッケー、はい、あとね大喜利が大喜利はあれよ、ロケ中で出た出ないでいいから、あちょっと流れでも1問2問とか出るから、あ、ね、その時点で、ね、あとなんですけど、はい、今流行りのもののクイズを、出していただいて春日さんが答えていただくっていう企画もちょっと今考えてまして、うん、書かないでこう口頭で答えるんです。そうですね口頭で、はい、じゃあいいですよ、うん、はい、グロスはないですか。はい、全然全然、はい、流れとかもあります。がっかりしてる、はい、がっかりしてんだけど、はい、あとはもう一つ今街で流行ってるもののスイーツを食べていただくっていう企画もちょっと考えてまして、はい、あ、それで感想は言いますか。あ、そうですね、感想もいただきたいなと思ってまして。食リポギャラだね、そうというかね、うん、うましだけだったら1、それ以外って味のこの説明、はい、とか含めると3ですよね、プラスで、うん、言ってあげるよ。ああ、大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です、はい、なんかしっかり角形のやつだからこれだけでももらった方がいいじゃん。そうなんですか。そうなんですか。2とか3っていうのは何のあれなんですか。お金の数字ですか。まあ、2000円とか3000円とか、さっきの大喜利の3っていうのは3、あれは3万円。3万ですか。そうあれ結構なんか考える時間とか結構リスクもね。じゃああれ全部出てるんだ。みんな1万円高いのだとね。まあまあそう。あ、そうなんだ、うん、バカリズムさんとかともうちょっと上に、ほら一本グラムで優勝とかしてたらまたねすごいプレッシャーだったりもするから。いや、そうですよね、出すごとに。うん、いやだから困ったらでもこんなんもうどこでも答えてることなんでお金取るかな。めちゃくちゃこれコントみたいだな。ライブとかインスタライブとかで言っちゃってるようなあれなんで、そんなお金取るような、インスタライブはでもあれでしょ、お金は出ないですよ。え、そうなの。出ないです。でも結構労力大変でしょ。ファンの人と話しするためだけにやってるんで、お仕事じゃなく、それいただいた方がいくらか。そうなんですか。だってなんかチケットとかそういうのはない。失礼します。あ、ごめんなさい、お待たせしました。一応確認したところ大体 OK が、はい、出まして、はい、じゃあこのアンケートの若林さんのご飯の思い出も書いちゃっていい。はい、お願いします、はい、ちなみに台本ちょっと確認してもいいですか。これちょっと不安になってきちゃった。先に確認させていただいてもいいですか。台本、はいはい、不安になってきたので。あ、これトゥース始まりですか。そうですね、はい、これマストですか。マストで、はい、考えてます。あ、はい、あ、なるほど、うん、ちなみにおいくらですか。これ10です。10、はい、トゥース以外の場合どうなるか。トゥース以外の場合だったらどうなるか。まあ、鬼瓦だったら 5ぐらいですかね。鬼瓦で5、カスカスダンスは12ですかね。ちょっと長い時間が長い。でもやっぱ始まりはトゥースから欲しいなと。あ、じゃあ 10ですね。街行くじゃないですか、はい、新橋でしたっけ、はい、街の人からトゥース振られても10になっちゃう。食べたものに対して答えるのもっていうことですか。誘いトゥースがあると誘いトゥース、はい、それでやっちゃうと私ってやっぱ10になる。誘いトゥースだからこれ本当っぽいな。いくらまでだったら、ね、出していただけるみたいなの聞いとけば、はい、引き算で引き算でギャグやる、後で引き算でギャグやるの超面白いな。もう一つだけお願いがあって、はいはいはい、むつみ荘に住まわれてたっていうことで、うん、その若手時代の苦労話とかを、はいはい、むつみ荘の話。あ、そうです、ね、くだらありますか。1エピソードで15ぐらいですか。例えば暑い時期に夏むつみ荘だと、はい、ダニが全部死んじゃうとか、あ、はい、暑すぎてこう生きられないみたいな、はい、いや今のもちょっと大丈夫ですけど、散風動画みたいな。病気表ありますよね。病気、はい、病気その中からむつみ荘パックっていう感じ。むつみ荘パックって感じですか。はい、出させてもらう。ちょっと上のものと確認する、うん、そう、それが多分一番いいと思います。はい、すみません、
お酒よく飲まれますか？お酒はまあそうですね。今のはあれアンケートですか？あ質問あロケに行かすとかじゃないですか？あ大丈夫です大丈夫です。そうだけどまたメールが来る。何も聞けなくなるだろそんなの。あんま質問しない方がいいですか？あいや全然別にそれはそうですか、うん、NG のことはないんで、ただお金が発生しちゃうみたいなところだけど、これ聞いてほしくないとかはないんですけど。あ、分かりました。全然絶対やだよそんな芸人。めちゃくちゃ好きなので。 ありがとうございます。ありがとうございます。トゥース大丈夫なんですか？大丈夫ですか？本当ですか？サービス。ありがとうございます。これはね、とんどないとんどない。私今日、あの最近 TikTok で春日ダンスがめちゃくちゃ流行ってて。あ、そうなの？一緒に撮りたいなって思ってたんですけど、さっき12って聞いてダメだと思って。あ、そうなの？めちゃくちゃ流行ってます今。それって事務所知ってんのかな？それも出るんですか？それもちょっとそうだね、一応著作権だから。そうですよね、著作権。あ、いや森脇さんがとかじゃなくて、はいはい、他の、取れるね、それね。取れますね。取れるね。取りましょう。そういうところで流行っちゃうと、はあ、分かんないですよね。なるほどね。キャス。あ、それです、それです。こういうラジオ。それです。カスとガーのやつです。え、オリガーのも入ってる？それも入ってるんです。入ってる。ダンスの中に。どれぐらいだろう。いや、そうなんだよ。これはちょっとビジネスチャンスだな。9447件使われてます。え ?9477件。あ、そんなの分かるの？はい。2万ぐらいかな。9500。かける2万だといくらぐらいなの？80、100、1000、万、10万、100万。億取れる。億。この子バカだな。19億。カスカスダンスで TikTok で19億取れると思ってる。19億か。どういう計算してんだよ。でも印税だからね。入ってくるんですね。他の人取ってないのかな。取ってる人ない。入ってくるわけねえだろ。TikTok どうなんだろう。TikTok 潰れちゃうと思ってる。この子 TikTok がカスカスダンスで潰れちゃうって。そういう人流行って若い子。この子何でも信じるな。19億。あったら何に使いますか？これはまあ、さあここから本当にいい話になっていく。使い道は決めてて。あ、そうなんですか？うん、そうなのよ。なんかまあ真面目な話なんかね、さっきもちらっとこう出てたけど、あのむつみそっていうね、うんうんうん、あの風呂なしアパートに住んでたんですよ、はい、阿佐ヶ谷、はい、20年、うんうん、そうそう、取り壊しに、そうそうそう、そうなりそうなんてことを聞いて、一応なんかお世話になったというか、ずっと住んでたし、そこでライブとかもやってたのよ。このくらいお金ない頃に、ほら劇場借りるのもお金かかるじゃないですか。いろいろあったから取り壊しされるのもね、悲しいですもんね。なんかちょっとね、なんかこう残念というか、でなんとかできないかなみたいな、そう考えてしたら、なんかそう土地ごと買ってね。土地ごと、あ、そっか、そしたら取り壊しがなくなる。そうそうそう、周りの土地とかも、まあ、できれば買って、あ、そのむつみ荘を中心になんかこうね、プロなしにしか住めないような芸人とかを、うん、まあね、ただとか安い家賃で住んでもらって、うん、あとまあそういう人が年いった時にこう住めるね、うん、まあ、老人ホームというか、こうね、みんな同じ仲間で行ったらあんまり普通の仕事してないから。じゃあそのためのお金なんですね、うん、そうそうそうなんですよ、うん、特にあのタイガさんが本当に我々オールドに2人とも世話になった先輩がいて、でその先輩が、うん、売れてないから、うん、売れてないから、そうそう50ぐらいになる、そうなるとなかなかもう厳しいじゃない。そうですよね。そっからまたね、もっとマネーだからその人に住んでもらったりとかね、うん、まあ、恩返しじゃないけど、めちゃくちゃ素敵。でそのうん、老人ホームの大河層っても決めてた、うん、それのためにいろいろとやっぱお金がね必要だったらもう、そうですね、アンケートでも取っていかなきゃですね。まあそうね、まあまあ人に言ってないから。そうですよね、うん、本当はねネタで稼げればいいんだけど、もうネタも作れないしね、うん、まあ、だからね、スタッフさん的にはあんまり
いい気はしないだろうけど、こうやって細かく稼ぐしかないんですよ。ごめんね、ビットもなくて。いや、全然全然、うん、私めちゃくちゃ好きです。あ、ありがとうございます。なんかね、トゥースありがとうございます。サービス、ありがとうございます。サービス、サービス今日いっぱいサービスいただいちゃって。いやいや、もういろんないい情報も。いやー、よかったよかった。ツイソン、大丈夫そうだな。維持できそうだね。まもなくスタッフ来てお金取れないとかってことになるんで、ディレクター入ってきて、すいませんプロデューサーとお話ししたんですけど、そういうの全部なしで。失礼します。あ、もう行きます。すいません、はい、本当申し訳ないんですけど、プロデューサーとお話しさせていただいて、ちょっと、はいはい、ちょっと今回のこの先ほどの計算していただいた金額に関してはお出しできないっていうことになりまして。え、どっからですか、どっから、どっから、一番最初の、そうですね、あ、トゥースから。トゥースと言いますか、もうアンケート。アンケートから、はい、いや、書いちゃってますけど、もう書くという一回も作業しちゃってるから。いや、最初しないんですよね。書いちゃって、打ち合わせも、え、打ち合わせ出ますよね、このさっき。出ないです、出ないです、出ないです。いやいやいや、だってやっちゃってるから、やっちゃった後に出せない。それはね、それおかしくないです。ね、それは、え、それおかしい。金金金金うるせえんだよ。それはで、ね、やった分は出せない。お金金金金うるせえんだよ。お前だけだぞそんな芸人。お前だけだぞそんな芸人。いやいやいや、なんなんだよ。打ち合わせで金取んのお前だ。打ち合わせで金取んのお前だけだぞ。いやいやいや、じゃあもう何枚なっていいってことですね。じゃあそしたらいつも一緒だろうがよ。じゃあだからトゥースターもやらないってことですよ。やったって意味ねえだろ、面白くねえ。やったって意味ねえだろ、面白くねえから。意味ねえってなんだよ。いや、意味ないって何、面白くないってなんだよ。いやいや、一旦あれしましょう。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。じゃあもうやった分だけは出してください、これ本当に。打ち合わせとかアンケートとか。打ち合わせする意味なんかねえだろお前なんかよ。いや、だからこんな金金金金ばっかり言いやがって。やってんだから、やった分は金出せって言ってんだ、こっちも。連れてこいってプロデューサーなんかさ。お前じゃ話にならない、連れてこいって。お前の今の会話全部録音してるからな。お前の今の会話全部録音してるからな。だからなんだよ。世の中出すぞ、フライデーとか出すぞ。いや、それは違うじゃん。金の亡者春日さんってな。金の亡者春日さんってな、出してやるぞお前。それはちょっとおかしいんじゃない、うん、なあ、それやりすぎだろ。それはもう高く売れちゃうよこれ。いや、実際にさ巻き上げてるわけじゃないんだからね。そんないくらでも。何のためにそんな汚ねえ金集めようとしてんだよ。何のためにこんな汚ねえ金集めようとしてんだよおめえは。お金の使い道、さっきお話しいやいや、それは大丈夫、それは大丈夫、それは大丈夫、それは別にさ、それは別にいいじゃない。とにかく金が必要なんだ。親そうとしやがってよ。どんだけ金集めてんだよ、お前は。いやいや、それはさ、欲しいもん全部買えるだろ、お前。いやいや、まあそういうことじゃない。買えないものもあるね。どうにもならないものもあるんだ。そのままいいじゃない。何のために金必要なんだよ。それ今関係ない。言えないの。言ったらそれなりよ、出さないの。土下座しろよ。土下座しろよ。じゃあ土下座して、そしたら今の録音の世の中に出さねえでやるよ。本当に土下座でいい、してくれたら。金のためのためだったら何でもやるんだな、お前。金のためだけじゃないんですよ。守りたいものがあるんですよ。それ人それぞれあるだろ。かっこいい、カスがめちゃめちゃかっこいい。あと泣いてる。それは関係ない。泣いてる。なんでカスがのドッキリは名作になるんだ。土下座したら消して、消してくれよ、そしたら。消してよ。消せよ、そしたら。うん、したらあかん、絶対。しちゃダメ。いや、いい、いい、その別に土下座で済むんだ。え、絶対しなくて。いやいや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。いい、いい、もういい、大丈夫、大丈夫。守りたいものがあるから、私。大丈夫だよ。え、でもありがとう、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 やってやるよ。うん、やればいいなら土下座な。うん、な、一回しかやんねえからな、よく見とけ。うん、よし、こんな何でもないんだ別に。うん、なんてことはないんだよ別に。頭下げないだけなんだから別に。うん、こんな一発だし、一瞬だ、一瞬。うん、一瞬でな。いやいや大丈夫、ありがとう、ありがとう、ありがとう、うん、大丈夫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 、本当に、うんうん、大事なものを食べたから大丈夫、大丈夫、うん、ありがとう、心配してくれてありがとう、心配してくれてありがとう。
な、道の途中、道の途中のだけだから途中、うん、タイガーさんのため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 、ビッグソードのため、タイガーさんのため、あいつらのためだ。金金金金言って、金金金金言って、本当に、本当に、本当に、申し訳ございませんでした。さあ。土下座見ないようにしてる土下座を見ないようにしてる申し訳ない申し訳ない申し訳ない本当に申し訳ないありがとうございます。名作誕生だよ。この後ロケ頑張ろうってフルコースやってあげて。いいロケしましょう。はい、逆にもうね、お願いします。ケーキ漬けに、うん、フルコース、うん、ね、差し上げようかな。もうこれはもうノーギャラで、ええ、行かせていただきます。もうね、うん、ロケ今からやりますから、はい、ね、頑張りましょう。はい、うん、トゥース鬼ガールガッスガ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 スアーバーありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。あだしドッキリです。もうやだやだよね、やだよ。私がモリヤックだと思ったらめっちゃやだ、よかった。タスが裏では超超ドケチドッキリっていう、超な、なるほど、めちゃくちゃケチだっためっちゃケチだった。春日が土下座するとき悲しかった。いや怖かったです、めちゃくちゃ。いや優しく止めてくれたりとか ね。本当、あと一番バカだったのは TikTok で19億取れる。TikTok で19億取れるわけでいいじゃん。盛り上がっちゃって、盛り上がっちゃって。1年に1回の春日ドッキリ、3の3で女性が泣いてるんですけど。いやありがたいです。いやもういいね。引っかかるもんでしょ。引っかかります。でも全然疑ってなかったです。